ソレヤ心理カウンセリングセンターの高間です。今日のレターのご紹介です。こちらのお便りにあった怖がりの自分に気づいたカウンセリングでしたという質問箱を読ませていただきました。愛着障害の人が心の底に持つ恐怖とそこから回復されていく様子が臨場感を持って伝わってきて大変勉強になりました。そうなんですよね。まあこの当事者の訴えっていうのはね、臨場感が本当にね、あると思うし、なんかぐいぐいね、引きつけられていってしまいますね。ただ、それがね、こう、なんか、愛着障害の人って、これ前も話したかと思うんですけれど、愛着障害の人ってね、相手の期待に合わせようとするんですよ。で、愛着障害の、ことを書いてください。まあそう言われなくても、そういうのを書けっていう、こう暗黙の圧力を感じると、本当に臨場感豊かに、その PTSD を再現しているようにね、書くんですね。で、これはね、ほんとちょっとね、考えた方がよくて、いや、その愛着障害の人に考えろって言ってるんじゃなくて、その周りの人ね、期待している人、当事者の語りは素晴らしいから、当事者語りをしてくださいっていう人の、こう、気持ちね、多分その人たちね、悪い気持ちで言ってるわけじゃないんですけど、それにその愛着障害の人がね、答えるようにね、書いちゃうんですよね。で、それで逆に自分をなんかこう辛くさせちゃってるっていうケースもあるので、まあこれ本当ね、よしあしなんですけどね。でも、そういう期待なしに、まあ、書いてくださいって言える人ならいいんですけど、まあ、それってカウンセラーぐらいしかいないんじゃないかなとかも思うんですけど、まあ、それカウンセラー買いかぶりすぎですかね。いや、私がやってるからじゃなくて、カウンセラーならそれぐらいわかるでしょうとは思うんですけどね。で、ちょっとね、続き読みますね。私のような普通の人間が感じる恐怖というのは、愛する人を失うとか、執着心と結びついている恐怖に思うのですが、まあそうでしょうね。それとは全く違う、スーパーで買い物に行くことや他人とすれ違うことなど、何気ない日常が恐怖になる過酷な複雑性 PTSD の世界を、高間先生がおっしゃるように、当事者の肉声を通して理解することができました。質問箱はまだあまり拝読できてなかったので、カテゴリー機能を利用して皆さんがよく読まれている記事から順にじっくり学ばせていただいています。本当に読み応えがあります。冒頭タイトルのお話が特にそうなのですが、愛着障害の人はたった一人で考えて生き抜いてきたからか、書かれる文がとても魅力的で、ナラティブとはこういうことかと引き込まれます。まあ本当にね、そうなんですよね。なんかまあ引き込まれていくんですね。それどうして引き込まれているかっていうと、それは嘘がないからなんですよね。だから愛着障害でない人もその文章を読みたくなるっていうのはね、わかるんですけれども、あんまり期待しちゃうと愛着障害の人の傷を広げちゃうからね、そこは気をつけてあげないと、まあ、いけないかなと思います。カウンセラーとそのクライアントがセットになって、その文章を書いていくような、
そういうフォローがあってもね、いいのじゃないかと思いますけれども、まあ、私が今書いているものは、まあ、そんな感じを意識しながら書いているので、まあ、安全なのかなとは思ってるんですが、まあどうでしょうかね。まあこれは本当にね、何度も遂行しないとなかなかこう安全なレベルにはね、達しないっていうこともあるので、注意深く注意しながら、書いています。まあ、当事者の話を聞くっていうのはね、まあ、そういう意味ではね、かなり難しい作業かな。何でも当事者研究がいいって手放しで喜べないところがあるのかなと思いました。それではまた。